はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画になっております。今日もね、省内のみ動画お付き合いいただいております。いや、今日も無事に終わりましてですね。いやー、やらなきゃいけないことはまだあるんですけど、まあ、無理してもね、しょうがないんでね。まだね、切りのいいとこで終わらせて、ちょっといっぱいやって帰るというね、そんなスタンスで毎日、日々ね、仕事場と家の往復を徒歩でしながら、はい、まあ、なるべくね、まあ、不要不急の外出っていうやつですか、ね、控えるようにしてね、まあ、お店の方はこうやってまあなんとかおかげさまでやらせていただけてるので、手洗いマスク、ね、換気徹底させていただいて通常営業させていただいております。まあ厳しいですけどね、やっぱりね、ですけどね、まあ唯一、まあこの動画を撮る時間だけマスクを取れるみたいな、あの家でもねずっとマスクしてるんですよ。やっぱりあのこう不特定多数の方と関わるお仕事させていただいてるんで、まあ、手洗いとかね、あのすごく気をつけてますけど、やっぱり家帰って、まあ、あの子供たちに、まあ、僕はもうあの感染しているという体で今、ね、いろいろとやってますんで、僕が子供たち女房子供に移しちゃいけねえっていう感覚では日々最悪のこと考えながらはね、一応やってるつもりなんですけどね、それでもなんかある時あるんでしょうね、まあ、お金から、まあ一応あの最善のね、できることはやってるつもりなんですけど、それだってね、神さんとか子供とかだって、まあ、ちょっと一応それなりに人間の活動はしなきゃいけないから思って出ますからね、そこでもらってくりゃ僕もこんなことやっててもとは思いますけど、できる限りのことはね、ちゅう話ではございます。はい。で、今日はね、トゥルリーン。このあのちょっとね、ここのところあのカラオケ動画っていうか、あのギター弾きながら歌ったりとか、もうバイク屋のおじさんがやりたい放題やらせてもらってるけど、あんま怒られねえなと思って。ね、あのこっちとしたらなんかバイク屋が何やってんだよみたいな炎上みたいなのしてくれてもいいんですよ別に。全然、いやむしろあんまり見られてない。それはいいんですけど、あのこんなことやってたせいなのか、あのうちのアメリカの友人のねカズ MC からちょっとこんなもの送られてきまして、これ見えるかな、ギターのこの先っちょについてるやつ、これがね、あのウィーンつってデジタルチューナー送られてきましてね、あのこうやって、まあ、ギターのねあの弦の音を合わせるみたいなやつを送ってくれて、まあ、なんでしょうね、あの音がずれてて気持ち悪かったから送ってきたんでしょうねきっとね。そうそうそう、まあカズ MC といえばあのね、あの楽器なんかとかにもちょっと長けてるので納得いかなかったのかな、あんまりあの楽器に詳しくないお仲間さんも「おおギター弾けてるね」とか言ってくれてるんですけどね。いやもちろん分かってますよ、あの僕もあのセミプロの、ね、楽器なんかあのすごいやるとか昔バンドマンだったなんていう知人もいるので、あの僕のレベルがどんなもんか分かってます。それでもやる鋼のメンタルね、そんな感じですけど、もうだからこれであれかな、カズさん、カズさんありがとう、ね、音を合わせればちょっとまた来るちゃったかな、まあそこそこあったやつでこれからまたお届けできるかなというところはありますけどね、はい、だまあちょっとこの間の動画でも、まあ、こんなことばっかりやって、まあ、なんでこんなことやってるかっつうとですよ、やっぱりね、商売的にも結構厳しくなってきたけど、やっぱ動画の配信させてもらっててね、まあ、ネタもないですけど、なんかこう笑ってもらうとかね、お前何やってんだみたいなツッコミ入れていただくとかコメントでね、あこんなやついるんだったらもうちょっと俺も私もみたいにね思ってもらえたらいいかなみたいなことではあるんですけどね、だから必要以上にまあやらんでいいことやってるようなっていう感覚はあるんですけど、で先立ての動画で、リクエストいただいたんですよ、もうブルボンさんね、いつもコメントありがとうございます、本当に励みになっております、ありがとうございます。でリクエストいただいたんですけど、徳永英明さん夢を信じてね、まあ、せっかくなんで知りません。すいません。と思って、
夢を信じてって、まあまあ、YouTube で調べたら徳永英明さんですよね。歌聞いたらまたいいなと思って、当時ね聞いてなかったんで全然僕いやもちろん聞いていい曲だなと思ったんですけど全然わかんないから、いや参ったなと。だから今度はあれです、アルバム発売するときに入れますアルバムに入れますなんじゃそのやつ、いやどんな感じなんですよ。で、まあまあ今日なんかできそうなことと思ったんですけど、なんですな、この間動画でやったときに、ワイズの店主もうちょっとねちっこく歌ったら井上陽水みたいになるっていうねこいただいたんで、ちょっとやってみようかなと。井上陽水さんになるのかなと。これリクエストじゃないんですけどね、勝手に僕がそうっすかってねちっこく歌ったら井上陽水さんになりますみたいなことでちょっと行ってみようかなと思います。井上陽水さんで少年時代夏が過ぎ風あざみ誰の憧れにさまよう青空に残された私の心は夏模様夢が覚め夜の中長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで夢はつまり思い出の後先夏祭りいよいかがり胸の儚い合わせて8月は夢花火私の心は夏模様まあ、ならんわねいやいやいや、まあならないんですけど、いやいや、分かっちゃいるんですけど、ね、で、今日は恐ろしいですよね、うちの動画ね、こっから本題という、今日は何のお話をしたいかっていうと、ちょっとぜひこんな時だからこそ YouTube のおすすめみたいなねところなんですよ。なんか今日のこの本題はなんかその YouTube は興味あるけど、まあやってはいない。まあどうしたらいいんだろうねみたいなとかっていう、うちみたいなこうなんか自営のね、なんかもうこんな時になっちゃって、いやいやどうしていくんだよ、なんか宣伝つったってさみたいな、ね、皆さん本当お困りなご時世だって、どうやってたらいいですかね、お客さん集めるわけにもいかねえし、ただ店閉めるわけにもいかねえしみたいな微妙な業種ってあるじゃないですか。いやーね、だからまあそんな時にこそね、まあいろんな形でこう発信ってあると思うんですけど、やっぱり動画はおすすめなのかなと思って、僕なんかもまあこんなことになる前にね始めてて、まあうちの動画を見て、あれですよ、別に動画のその視聴者数とか、その再生回数で、稼ごうっていう話じゃないです、僕がおすすめしたいのは。なんとなくこうお店が今こんな感じですとか、うちこんなお店ですとかって発信していくのに、こんないいツールはないなと思って、いや実は僕が動画の配信をね本格的にってもうまあ3年ちょっとぐらい前からなるんですけど、非常に救われたというかね、おそらく僕はこの YouTube の動画の配信やってなかったら潰れてたと思います。なんていうかあれですよ、それも、うちのチャンネル登録者数が今4600人ぐらい
うちはお仲間さんって呼んでるんですけど、本当にそのお仲間さんが見ていただいて、あのそれであれですよ、 Google の方から広告収益が入って、いや潤っちゃってさ、だから動画いいんだよって話じゃないんですよ。あのうちの動画の作り方心がけてきたのは、あのお店に気軽に遊びに来ていただけるようなものみたいなもので、だから特にそんな数字を狙ったものではなかったんですけどね、まあ、もちろん数字は欲しいんですけど、あのそういうのやっていくうちにね、あの全国からお仲間さん遊び来てくれるようになって、あのまあオフ会みたいなことなんかとかねやるんですよ。まあ裏でバーベキューとか、のちょっと横浜のにぎやかな駅の方で居酒屋を、大きい居酒屋を押さえてこう飲み会をやるとかね、あのそんなのに全国からこう、鳥取、岡山、大阪、青森とかね、あの飲み会に遊び来てくれる方なのか、もう宿取って、まあ、あの東京近郊なんかの方とかもね、まあ、横浜市内の方もいるんですけど、もうね、あのうちの飲み会にこう2時間も居酒屋を抑えた宴会ですよ、宿取って遊びに来てくれる方いらっしゃるんですよ。なんつうかね、これはとんでもない威力持ったツールだなと思って、なんかこうでもね、その難しいじゃないですか、なんか動画でつったって何をやったらいいんだよみたいなのも、あるとは思うんですけど、まあこんな時だからこそね、僕平時の時だったらこんなこと言わないですよね。だって全然うちだって動画で成功してるわけではないですから、もう今だって現状すごく厳しいし、そんなにだってチャンネル登録者数4000人だっつったってそんなピンときませんしね、あの YouTube で食える人たちなんかってのはもう何万とか何十万何百万ですもんね。ただあの僕はね、あの今うちのチャンネル登録者数何千でもものすごく影響力を感じてるので、なんか今厳しいなっつって、もう打つ手なしみたいな同じようなこうね、状況で、自衛でこうなんとかって言った時にこういうのをおすすめしたいなと思ってるんですよ。じゃあどういう風にやったらいいのなんつって言うと、うちがね始めた時っていうのがもうこれですよ、もうデジカメ、僕仕事で写真の見積もりなんかを作んなきゃいけないことなんか商売柄あって、もともとこのデジカメを持ってて、まあ、これで動画がね撮れるんですよね。まあ本当にで動画撮って、それをパソコンで、まあ、もちろん仕事でパソコンはありますんで、まあ、それをパソコンでこう YouTube にアップロードしてっていうのね、最初は本当3分ぐらいの動画をアップロードしながらってこう地道にやっていきましたけどね、でまあ結局大手のバイク屋さんとかとは全く勝負ができないので、ちょっと違う角度から行きましたけど、まあ、それを見ていただいてるうちに、なんか面白いことやってるおじさんいるなって、あのバイク興味ある方なんかがね、遠いところから遊び来てくれるようになったっていうのが、本当にこれが、まあ実利以外にもね本当励みになるんですよね。本当遠くからコメントいただいたりとかっていうのもあるし、だからね、なんかもう今こんな時になっちゃって、何かこう発信していく術なんてちょっと頑張ってね、まあもちろん今ツイッターとかねフェイスブックとかもいろいろありますけど、やっぱ動画の威力ってすごいなと思うんで、まあプラットフォームはまあ YouTube だけじゃないですけどね、動画の配信なんか、ぜひおすすめじゃねえかなっていうところはあるんですけど、だからまあただね、動画の配信立って何やったらいいんだよとか、いや機材がさとか、なんかお金かけてとかで、いやでも俺は何やったらいいんだか分かんねえしさっていう方には向いてないツールかもしれないですね。なんかこれで、ああそうかって思った方、多分明日スマホででもできますしね、まず動いた人しか失敗も成功もないもんですから、まずやってみるってことですよね。もうこんなお話でね、自営で、今頑張ってらっしゃって、こんなうちみたいな動画見てもらってね、ああそうかって思った方、まあ明日でも動画始める方なんかいらっしゃったらね、それはすげえなと思いますけど、いやでもねうちはねみたいなとか、何やったらいいか分かんねえし、気
機材もないしって言った時点でもう何もね始まりませんので、やっぱりもうね、とにかく動かないと失敗もできないっていうことですから、うん、まあやったら成功するかったらね僕が成功してたらね、あのきちんとお話できるんですけどね、別に僕もあのなんか YouTube やってうわこうやったら儲かるんですよみたいなものは全くノウハウありませんので、やってみたらいいんじゃないですかみたいなね、無責任な投げっぱなしの話なんですけど、まあそれでもね、もう僕の性格的にはもう座して死を待つなんていうのはちょっとできないんで、いろいろやっていきたいなっていうのありましてね、まあ皆さんもちょっと興味あったらね、明日からできることみたいな、いや、いやさ今からね、もうね、倒れるならばせめて前のめりにみたいな感じでね、もうこういう仕事で、まあ、一人でね、自営でなんかってやってたら、いやもう誰も助けてくれないですからね、もうやるしかないっすもん、ほんと。だから僕は何やったら誰かが成功したみたいな話あんまちゃんと聞かないんですよ。やっぱね、動いて失敗した人の話っていうのはちゃんと聞くようにしてます。まあ誰がやっても失敗すると思うからどうぞ。一番話しててつまんないなと思うのは、俺は何もしなかったから失敗もしなかったぜっていう人の話はあんま聞かないですね。まあ魅力的にはねないですもんね。まああとはね、こうやったらうまくいくんだよみたいな話は話半分で聞けます。ただね、なんかトライして失敗しちゃったっていう話は真剣に聞くようにしてます。まあまあね、僕のそんな商売哲学みたいな話ですけど、まあ別に成功した人間の話はないから話入部ぐらいで聞いておいてくださいまあもうね、こんな時ですんで、まあ動画を配信するお仲間さんがまた増えたら楽しく絡んでいきたいなっていうのありますんでね、まあ、こんなね、しょうもない動画の配信なんかを見て、どんなんやったらいいかねみたいなのあったら、ちょっとコメント欄にご相談いただいてね、みんなで一生懸命考えましょうよ。うちも応援してくれるお仲間さんいっぱいいるんでね、ちょっとこんな時ですけど、みんなで、ね、なんとか生き残りましょうっていうね、お話でございました、はい。まあ、すいません、ちょっとね、まあ、あんまりネタも考えてなくてまとまってない話でしたけど、はい、今日はそんな話でした。また次回、この今日曇りなき眼で見届けよう。どうもありがとうございました。